も仮面女子を私は目指してたから、高校生でここでへこたれるわけにはいかないと思って手術をすることを決断して、すごいファンの人みんなにも不安な思いをさせてしまったりとかしたんですけども、待っていてくれるファンの方がすごい多くて、信じてるよって言ってくれる言葉が本当に心の支えになって、こうやって戻ってこれて、私は頑張ることが今できていて、
ね、すごいいっぱいいろんなサプライズもしてもらって、本当に世界で一番愛されてる気分になりました。